死んだか。やはり人間の命は脆すぎる。あいつ自慢の研究成果もお前一人しか残っていない。なぜ起動を拒否した。まあどうでもいいさ。どうせこの世界はすぐ滅ぶのだから。ったくまだかよ。3時からずっと待ってるってのに。まだ夜明けにもならないんだからもうちょっと辛抱しなさい。ボスはまだまだ成長期なのよ。ちゃんと寝なきゃ背が伸びないわ。だよな、体が資本だもんな。おっと、おはよう隊長。ヒーローを倒した今、これからの敵は角笛になるってことでな。一足先に俺とアンジェが行って足場を固めとこうと思ってよ。ボスに挨拶しに来たんだ。あなたも後でボスと一緒に来なさいよ。撤退しろ。リビングダッドが中央庁に向かっている。おい、どうした？敵が接近中だ。直ちに撤退せよ。報告します。中央庁と連絡が取れず敵の情報を確認できません。一体何者かは知らんが、とにかくあいつを殺せ。相手の正体が確認できない以上、無策な迎撃は危険です。危険かどうか判断するのは私だ。私がそいつを人混みから離れた場所まで引き離す。私の位置を特定し、ついてこい。どうやら私たちを襲ったのは貴様のようだな。その力、そうか、ヒーローを殺したのはお前か。ヒーロー？ああ、そうだ。奴の敵を討つつもりか。忠誠心のあるモンスターを育てることはあいつにできるとはな。育てる？違うぞ。ヒーローは自分で選ぶ。
ちゃんだ。お前のそばにいる者たちと同じように力を求め認められるために自らモンスターに。自分を美化するのも大概にしろ。私の部下たちを貴様と一緒にするな。そこまで奴が恋しいなら共に地獄に落ちろ。了解した。いつでもいいぞ。何でも命令して。準備はできてる。直ちに敵の位置を確認し周囲を警戒しろ。こっちだ。人間とは思えぬ強さだな。お前もモンスターだろう。モンスターは滅びを呼ぶ。この世界もすぐ消えるだろう。貴様のようなモンスターと一緒にするな。強いのは私ではなく私のチームだ。相手がどんな奴でも我々は決して負けん。クロス、これを持ち帰って例の弾と一緒に調べてくれ。レナ、お前はアンジェとスローンを連れて中央庁の様子を見に行け。できる限り協力してやれ。承知しました、長官。貴様には都市と別れを告げる時間をくれてやる。
ヒーローが死んだ今、もう憂慮すべきことはない。角笛への反撃作戦を正式に開始する。我々は二つの目的を果たすため、公開都市に来たと言ったはずだ。第二の目的は、最初ガルダチームは一人だけだった。それ、徐々にメンバーが増えていった。貴様はクロスを助け、私たちと一緒にヒーローを倒した。貴様がいるからこそガルダチームはさらなる力を発揮できたんだ。貴様の信念も実力も疑う余地はない。私たちには今最後の仲間が欠けている。Thank you.